どうでしょう。見えました。見えました。灯籠見えますか。灯籠見えます。見えます。見えます。はい。寒そう。ほんとほんと。こんな感じです。雪が降ってきてねえ大変、はい、テストなので、ま、ちょっと歩きますかね。まだこんな感じで雪見えますかね。見えます。あ、見えます、ね、吹雪いてきちゃって。ここ私の家から20分ぐらいで、定山渓も今コロナで、定山渓温泉ってホテルがいっぱいあるんですけど、休館になってるところが半分ぐらい休館になってるかな。長堀さん歩いてますけど大丈夫ですか。はい、全然大丈夫ですよ。よく映ってます。ここ神社なんですね。わかりました。寒そうですね。でもちゃんとこうやって灯籠を置いてくれてるんですね。聞こえますか。聞こえますよ。聞こえますか。聞こえます。あー、すごい、あ、綺麗。長堀さんの声が聞こえないですね。あ、そうですか。皆さん私の声聞こえないですか。ちょっと待ってくださいね。あ、私のマイクが聞こえてます。聞こえてます。はい、聞こえてます、ね、外しますね。こんばんは。こんばんは。聞こえますか。聞こえます。聞こえます。お仕事ご苦労様です。お疲れ様です。結構人来てますね。転ばないように進みます。あ、本当ですよね。滑らないように。あ、どうぞ先に。今、気温にしたらマイナス8、9ぐらいですね。寒い。マイナスっていう気温まだ東京にないですよね。ないです、ないです。どんな感じなんだろう。あ、でも綺麗ですね。息するの気分すごいですね。綺麗。あ、すごい綺麗。幻想的ですね。やっぱ綺麗ね。綺麗ですね。一回止まりました。ここでちょっと360度パノラマをやってもらっていいですか？全体どんな感じなのか。くるくるくるっと。聞こえてるかな？聞こえてるかな？あ、やってくれてますね。あー、すごい。綺麗ですね。綺麗ですね。本当。これだけ明かりをつけるの大変ですよね。しかし本当ですね。本当だね。数いっぱいありますもんね。寒い中お疲れ様です。ちょっと灯籠を覗いてみますね。おお、はい。電気なんですかね。アルコール、ろうそくですね。あ、ろうそく。ろうそくで、周りは氷です。あ、氷なんだ。すごい。あ、ろうそく。すごい明るい。周りの氷で全部氷ですよ。氷なんだ。すごいですね、これ作るのね。ねえ、準備が大変ですよね。ごめんなさい、音声が聞こえないんで、そちらの声がちょっと聞こえないんですよね。いや、みんなは中では聞こえてます。聞こえますか？聞こえてます。聞こえてます。素晴らしい。マイクにしてね。綺麗ね。これものすごい数あるんですね。ねえ、いくちゃんでしょ。すごい数だ。奈良のね、東海園を思い出しますね。奈良も奈良公園にいっぱい。ああ、そうなんだ。東海園。東海。
すごいね、手作りですごいね。ね、本当ですよね。いいですね、これ全部雪でできてるってすごいですよね。すごいね。わかりました。この氷なんですけど、多分バケツに入れて凍らしてるんだと思うんですけど、あ、なるほど、はいはい、結構大きいですね、そしたらね。そうですね。ね。だと思います。バケツなんだと思うんですけど、普通あの家庭で作るときはバケツで凍らせて、ま、真ん中の方に、プラスチックのものにあのペットボトルとかに水を入れて、はい、1回あの凍らせて形作るんですよね。それで中に、いろんな色をあのペンとかで塗って、カラーにして、それもあの多分雪まつり時期なので、うん、もうそろそろ町内で、始まると思うので、それも見せてあげられたらいいかな。ちょっとぐるっと回ります。すごい数ですよね。本当ですね。すごいすごいですよ。ね、これみんなに見せてあげたいけど、この時間じゃないとどうも、4時ぐらいだとまだ、6時から始まるんですけど、6時でもよければ、はい、11日までやってて、私の家からは、20分ぐらいでここに来れるので、もし希望がありましたら11日までに希望があったらまた来ても全然大丈夫なので。 ありがとうございます。すごい、本当に癒されます。の奥のブルーのがあれば何なんでしょうね、うん、ライトアップなんでしょうね。何をライトアップしてんでしょうね。ね、綺麗ですね、うん、音声が綺麗。やっぱり山だからでしょうかね。ちょっと音声が綺麗、うん、綺麗綺麗で、なるほど、電波がギリギリなんですかね。ギリなのかな。そっかそっか、ところどころちょっと時々聞こえなくなっちゃう、うん、でも映像が途切れないんですよね。そうです、映像綺麗にずっとあれですよね、うん、ちょっとカメラをですね、もうちょっと上の方で景色の中に明かりを入れるともうちょっと綺麗かな。そう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 、 こんな感じが、ね、また音が聞こえなくなっちゃって、チャットで入れると分かんのかしら。チャットだったら読めるんです。あ、聞こえた聞こえた聞こえた。あ、聞こえました。マイナス8度なんですけど、そんなに寒くない。すごい、あんまりあんまりあの感じないです。素手です。マイナス8度素手、私は素手です。手袋してないです。わわ雪だからあったかいんですかね、逆にね。そうですね、思ったよりも、いや、きっとこの寒さに慣れたんだと思ってた、うん、ずっとお正月から寒かったので。あ、そういうことなんですね、うん、体がもう慣れてきたっていうことなんですね。そう、慣れちゃって、あの犬の散歩とかも、ね、あの素手なので、あの川が熱くなってるかもしれない。ちょっとそっちの階段に なってますね。ちょっと行きますね。私も足元見ないで行くと おばあちゃんなので転びます。階段にも滑りやすいから本当に気をつけてください。はい、大丈夫です。ご苦労様です。ありがとうございます。なんか凍ってますね。階段凍ってる。階段凍ってる。私はもうここちょっと上がらないでが上から移したいですけどね、うん、そうそう、その前怪我したら大変だもの。危ない危ない危ない。作業してくれてありがとうございます。こんだけ一生懸命置いてもね、今コロナ禍だからいらっしゃる方は少ないんでしょうね。なるほど。どうでしょうかね。でも昼間はいらっしゃったのかしら。ね、
夜6時からやっているようなんですけど、そうですね、もうこの時間になったら少ないのかな、もう観光客の人がいないので、本当に定山渓温泉も死活問題で毎日定山渓のホテルの方が、出てるんですけど、本当にあの閉館してて、そうですよね、早くあの観光客がいっぱい来てくれればいいなと私も願っているところです。奥の神社もまだやってらっしゃるのかしら。子どもたちに見せてあげたいけど、この時間じゃちょっとね、子どもたちには無理なんだよね、かわいそうだけど、癒されてください、皆さん。はい、ありがとうございます。癒されてます。はい、時間もかけるこれいくつぐらいあるんでしょうね。すごいですよね。ああ、まさんぼ、ごめんごめん。ああ、やっぱりこのスピーカーがおかしい。奥の神社やってんですか、まだ。やってるようですね。行ってみますかね。普通の神社なんですかね。なんか。そうですね。はい。あ、ご苦労様です。あ、なんか可愛い。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 はい。すごい。こんばんは。頑張ってますね。え、ここのゆるキャラ、ご当地？そうです。そうです。あの定山渓のキャラクターはカッパなので、あらら、ごめんなさい、お名前は。カッポンだそうです。カッポンです。カッポンもマスクして。マスクして偉いね。ありがとうございます。はい。マスクしてらっしゃる。カッポ、暖かくていいですね。暖かくていい。暖かい。寒いんだ。カッポ、いやー、ちょっと。カッポ。いやー、かわいい。あ、オケなんだ。風呂オケ？あ、風呂オケみたいな。風呂オケなんじゃないの、これ。風呂オケなんだ。すげえ、わけない。ああ、かわいい。ああ、取れなくなった。かわいい、かわいい。カッポンなんですね。カッポン、ね。かわいいじゃん。かわいいよ、カッポン。あ、もう一回お願いします。かわいい。定山カッパ、小吉兵衛です。小吉兵衛。はい。定山カッパ、小吉兵衛。はい、本名です。本名ね。あ、そうなの。カッポンね。かわいい。カッポンがあったの。かわいい。カッポンかわいい。ちょっとかっ、そのね、お腹にアマビエが。下田さんが今入ってくれたようなので。あ、こんばんは。映しますね。すごい綺麗。カッポンかわいい。後ろ姿かわいい。かわいい。カッポン最高。後ろ姿味出してる。カッポン、あのここのキャラクターに合うとは思わなかった。かわいい。嬉しい。かわいい。予想外でしたね。予想外でしたね。本当に私もカッポンっていうのを知りませんでしたわ。かわいい。あ、かわいい。あ、こっちの灯籠は割と透き通っています。あ、綺麗ね。今綺麗だね。透き通ってますね。やっぱり同じバケツで作っているんでしょうね。すごいですね。すごい綺麗。なんでこっちが透き通ってんだろう。
どうだろう、新しいかな、もしかしたら作って新しいのかな、あのサンドさんによって違ったりもするのでどうでしょうね。ちょっとここにこっちに行ってみます。よっしゃ、転びませんようにはい大丈夫ですあのね、マスクしてるんで一応ね、曇っちゃうんですよ、メガネが。なるほど、危ない大丈夫大丈夫。あ、何かおみくじみたいのがあったんですね。ああ、やってんだ。やってますね。営業してますね。営業してますね。はい、ストーブあったかそうです。もうチャリーンチャリンチャリン、私もチャリンチャリン、チャリンチャリン、チャリンチャリン、こんな感じですかね。綺麗ね、綺麗ですね。よかったら写メ撮ってくださいね。スクリーンショットお願いします。リエさんの顔を覗かした、覗出してくれたら撮りますよ。はい、私ですか。私ね、はい、すごいことになってると思いますよ、これ。どうでもいいよ。どうでもいいという。もうちょっと待ってください。この階段を降りるのに私、ちょっと命がけで降りますね。ちょっとカメラ気にして。キャー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 だって。滑るよね。はいはいはい。すごい曇って、メガネも曇り。ありがとうございます。はい。皆さん、札幌の方で、あの長堀さんとも話してたんですけど、月1ぐらいでどっかに行けたら、いいかなと思ってますので、お楽しみによろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ちょっと登録の方を移しますね。本当ありがとうございます。今月はあの27日にあの札幌オリンピックミュージアム、はいはい、そうですね。で、それでリエさんがですね、あのジャンプ台ありますよね。あのジャンプ台のてっぺんに立って360度見せてくれる。ちょっと怖いかもしれない。土曜日ですね。そうですね。土曜日の10時ぐらいになると思います。すごいね。ねえ、札幌はみんなあの旅行に行きたい場所、国内ナンバーワンですもんね。いろんなのがあるんですね、綺麗なのが。はい、八本どこ行ったらさっきのゆるキャラ、ゆるキャラ八本ここは何時までやってらっしゃるの、夜は。何、9時です。はあ、はい、すごいね、結構遅くまで。また大変ですね、これ一晩中つけてるわけじゃないから、終わったら消すんでしょうね。消すんでしょうね、はい。あ、大変なお手間ね。あ、すごいね。本当にいっぱい人が来てくれることを、あ、祈って。終わりますね。はい、寒い中ありがとうございました。はい、それでは ありがとうございました。心が洗われました。いいえ、とんでもないです。お粗末様でした。ありがとうございます。少し初詣行ってないからよかったです。ここでお祈りできました。はい、ありがとう。ありがとうございました。じゃあ終了します。皆さんおやすみなさい。